皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチとワールドラバーマーケットのガネです。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、私とガネ君の2人で、はい、最もつぶたか選手が嫌がる、なるほど、サーブ、そして教えたくないよレシーブそしてラリー、全部じゃないですかあ、全部だったねつぶちが大好きな私、はい、と、そしてガネ君、つぶたか本人、つぶたか側が嫌やらしいところと、そうですね、つぶたかが得意な人がよくやるところを、はい、こう両方とも、両方とも合体させた動画になります。最悪じゃないですか。すみません、はい、すみません今回これでやればつぶの選手は逆にこれ見れば、うん、そうなんですよ、これ見たらそうですね、つぶはここを対策絶対しとけっていうところになってくる。もうこのやり方で今日ガネ君は一応左のペンツブ聞く内容は、うん、はい、まあ、右そう左持ちでも右持ちでも聞くように、そう、すべて応用が効くような、つっつきを切らない、そーっとつっつく。これはずるいな。ずるいよね。グッチーさんだけリスクないもん。だって普通にサーブクリ来てで切ると、普通に切っちゃうとプッシュされちゃうんですよ。こうね、はい、これはやる。で、あいガネ君が元気になっちゃうんで、うん、こう例えば切ってもこうね、元気、おお、こうなるんですね。だからつっつきはもう切らないですよ。そーっと。これいつもそーっとなるんですね。そしたら遅くなるんですよ、一気に。相手のペースが一気に遅くなる。そう、そうってなったら、あいつ、プッシュの勢いが半減します。出せないからね、早いプッシュが。かかってないんで、そーっとです。はい。かけない、もうこれプッシュ強くできへんもん。ペコっていう方がね。はい、ごちそうさまです。そーっと送ってもらう。だからレシーブミスもないですよ。そーっと送ってもらう。ちょっと浮いてもいいです。浮いてもいい。浮けないもん。浮いてもいい。浮いちゃっても、次、いける。まあ、さっきの話と全部繋がってくるんですよね。そーっと、はい、いやいや、いやいや、それ。そーっと、はい、いやいや、いやいや、それ。がっつり切る。しかも、フォア側に。こうやって、これが、こうなる。こうなる。きつい。レシーブ側からしたらメリハリつければいいってことだよね、つぶたして、うん、こうやって打つのまあまあきついです、うんうん、そうだね、待ってた状態だ、しかも回、うん、お今みたいに入れに行くともうなんか何してるんか分かんないんですよ、入れに行くともうなんか何してるんか分かんないんですよ、そーっとフリック、ターベルちゃんとして、さ、優しく、これは嫌っすね、うん、これは嫌、嫌っすね、これは嫌だね、そーっ、うん、嫌っすね、これは嫌だね、そーっ、うん、で、うん、これの嫌なところって、うん、もし例えば、うん、もし仮にフリックしてきてるなって思って、うん、結構だからこう厳しいとこ狙うじゃないですか、うん、で、こうしても詰め切れないんですよ、うん、今みたいに、うん、そうだね、返せた、返せた、でも、うん、例えば、うん、ちょっと強く出して、こう、あー、全然間に、もう、うん、カンカンっていくから、うんうん、確かに確かに、そこを簡単に崩せるんですよ、ゆっくりで、うん、やっぱここゆっくりにされる方バックに来てもんですよね、バックそうってバックにこう来たのも、うん、こうこれこれこうなる、これ今みたいなのも一番嫌やもん、結局ゆっくり、はい、ごちそうさまです、ゆっくりゆっくり、はい、ごちそうさまです、ゆっくりつぶたかで、はい、やっちゃいけない回転、はい、と効果的な回転ってのがあるんですけど、使うんですけど、ダメだなってめっちゃ切ります、横切っちゃう、横切っちゃうとやっぱこれ、こういう横切るとなんか、とりあえずなんかこういうわけのわからんさま、今突っつきして上がったのが落ちたのがありました、突っつきして上がったのがありましたみたいな、あの変な変化がしちゃうので、だったら縦回転が合わせる、例えば下、そうやったらまあ伸びてくるだけ、そうそう、で、あとは下回転の時にナックル、はい、これ変化わかんないです、切れてやすそうになってる、で、ね、であと上回転、はい、やっぱ縦回転の変化、上下とか、うん、まず下回転の方で切る、まあ切るやつっていう上回転マッチと同じ下回転の振りで切る方でナックルロング出して打つ、うん、ひどい、縦回転ばっかり使ってくる人はやっぱ知ってるなって思う、うんうん、そう、ナックルロングサーブを早く送る、いいですね、フォアサイドが特に効果的です、はい、じゃあナックルロング、いやーおい、
こうなるもん。はい、長くしか返せない。そう、めっちゃ球もかかってない球なので、めっちゃ打ちやすい。で、こっちがやっぱ遠いので、足がやっぱ、なかなかこうやって出るのが難しい。角田選手、足がやっぱね、ちょっと、タックルロング、これ、なんかちょっと下ナックルと上ナックルを混ぜると、で浮いたり、落ちたりするから、下ナックルをこう返そうとして、はい、こう浮かしたりとか。下ナックル難しいですよね。はい、で上ナックル。上ナックル。だからこのまま上ナックルいくとこう浮くんですよ。ああ。下ナックルやと思ってこうやっちゃうと。じゃあ、ある意味こうやこれでいいじゃん。いや、そうですね。これ間違ったら。これでいいじゃん。そうですね。上ナックルってこれでいいじゃん。いや、それでいいと思う。いや、それと。この超簡単サーブで、そう。次いける。それと、下ナックル。それで、こう、うん、わーってなる。ああ、地味に。バック深くに、思いっきり強い下回転を切る。わー。めっちゃ切られる。やっぱプッシュしかこっちもこうできなくなる、中途半端にできなくなるから、はい、だからこれでちょっとして上回転カウンター。そうですね、まあ、下回転打つの苦手な人はこれ、これがもう上回転しかないから。そうですね、こうやられちゃうし、はい、押せちゃう。中途半端に下回転を切っちゃうと逆に差し込まれちゃうと利用されちゃうけど、真ん中から出す。おお。で、真ん中だとあんまり広角につけないんですよ。あ、そうっす、実は真ん中は何ナックルロング出して。で、そうめっちゃ楽、めっちゃ楽ですよね。めっちゃ楽、恐ろしい、うん、こうやってめっちゃ楽、両ハンドで、うん、こうですね、うん、やれちゃうし、めっちゃ楽。クロス側からやったらこうグッて差し込めるんですけど、サイド切ったりとかできるんですけど、真ん中から出されたのサイド切るとかめちゃくちゃ難しいから。分かった。こう切って、そうですね、そういうのも普通にやすいよね。めっちゃ楽だこれ。絶対です。めっちゃ楽だこれ。これ鉄板だよ。バックサーブで真ん中から。バックサーブから。確かに。いや、バックサーブこれ嫌っすね。バックサーブがこれでドゥンみたいな。はい。使います。これバックサーブ見ようかな。バックサーブで、はい、ね、はい、その差し込まれたりとか、そう、はい、のそのそ入れられたりしたみたいな。そうですよね。切らない。取りました。切らない。切らない。切らない。鉄板であるし。切らないサーブで真ん中からフォア前に出すのとバック深くに出す、うん、そしてそれで切らないで出す真ん中から。これが一番やっぱ、これやっぱ粒選手一番ね、一番遠いからね、遠いから、うん、一番これがね、でこう真ん中、今度こっちやって打つ、うん、うん、でこうやってまあ切らない、切らないです。ただもうフォア前合わせるだけ。はい、でもこれを上に今みたいにやられちゃう。今切らない、切らないです。ただもうファーム合わせるだけ。はい、でもガタンってこういうちょっと甘い球、ガタンが、ゆっくりガタンがで、こうなって、そうこれ、こっちも遅いから、時間ある、時間ある。ガタンが、ゆっくりガタンがで、こうなって、フォア前に、はい、ゆっくりサーブ出す。もうかけない、怖いもん。それできたらすごいです。いろんなサーブがある中にフォア前に行く。いや、そう、はい、それはめっちゃ効く、はい、分かってればね。そうですね、やっぱ入ってくるから、はい、でもこう甘くなっちゃう、やっぱそうそう、ポワってやっぱなっちゃう、ポワッポワってなってて、うん、もう簡単に、そうね、はい、サイドを切って、まあやっぱより広角に狙っていく、広く、これはやっぱりきつい、これはきつい、きついね、うん、きついね。そうね、ここと、うん、もうこことこう、うん、巻き込みって分かってたとしても、うん、巻き込みとこう巡回、うん、巡横で来たら結構きつい。確かに。で、こっちにも、ね、こうなるんですよ、うん、こう巻き込みでこう、うん、でそんな早く出さなくても結構、うん、いいっすね、次で次。いや、結構遠い、そんな早く出さなくても結構、うん、いいっすね、次で次。いや、結構遠い、で回転の速いやつをあバックとフォアに出す。なんかこうしちゃう、下、上出して、はい、でもやっぱ相手 もミスも出るし、はい、こっちもあるよ、両方あるから、両方あって、いやー、強く、こうなっちゃうのな、完全に、ね、速くないロングサーブっていうのを出してほしいと思います。速いロングサーブとかで速く返せるんですよ、こうやって。そうだね、返しちゃえば、じゃあうまく、ね、トライドできればね、こうやってほら、速く返せる、これ打ちたいわ、うん、でも、ゆっくりやとこっちもゆっくりになるっていう。ゆっくり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 、いや、いい。基本的にこっちが球の速さも操作するの難しいんですよね、つぶたか側ワンコースで、つっつき、ミート、つっつき、ミート、あり打ちのミスが減る方法です。
つぶらりが苦手な人はこれをまずやった方がいいです。ちょっとフォアガワやった方がいいです、はい、まあ、前提としてこれを知っとかないと、そうですね、もうそもそもラリーのところに行けないということで、そうですね、はい、そうですね、上回転、下回転来て、次上回転来て、下回転来て、上分かればラリーが、あの、つっつけば、やっぱ迷う、一番良くないから、どれが、これ、あ、今のダメじゃないですか、下やから、でも、受けない人、その感じだから、余裕を持ってこれができないと、ね、なかなか、はい、今からやることは全体的に難しいですね、はい、そうですね、はい、こっちも一緒なんで、はい、はい、これ下、上、そうですね、下、上、はい、これが少ない難しい技を使わなくても、すぐただラリー中のミスが減る方法です。一生ループ。バックにロング出してカットきて、うっ、おい、だから次の選手、ループ嫌ですね。ちょっと悪いでやっていいですか、はい、よくあるのが、こう、うってやっかないと次、もうこうやって。これはもう、ダメだ。やれやれ。こうやってやってる人はすぐ。それやってる間は、もう、あ、じゃあ1本目ブロックしたら勝てるんですねって思っちゃう。そう、だからこうしたらね、ずっとこう、ね、そう、こう、これが、これ粒に勝てるじゃないか。こうなると、これやっぱ怖い。派手な技いらない。派手な技いらない。あの、ほんま苦手です。いや、確かに。ありがとうございます。はい、あの、ループ側も、これ、あの、そんな低くループとか質高く、なんていらない、いらないですよね。こう、ちょっとね、あ、ちょっとなんだ。こういうループで、補線が高めでも入る重視でいいんですよ、うん、ゆっくりちょっと高めでもいいし低くてももちろんいいですけど、うん、このぐらいで、はい、はい、これでやる方がね安定するから、こんなん回り込んで打つこと、打つとか絶対できない、つっついてドライブして、つっついてドライブ、下回転をつっついて、で次これはドライブで下回転つっついて、で次ドライブ下回転つっついて、次ドライブっていう感じですね。これは嫌っすね。でもね、機関自体しちゃうのがやっぱこれ、あのね、こうやってやっぱ下を打つのが結構難しかったり、最初のうちは、うん、するので、下を打つのはやっぱリスクなんですよ、これ最初の段階は。ちょっと普通の下回転とタイミングが違う。そうなんですよね。でちょっとミスっちゃうと、やっぱ下相手は安全性で、上これ打ちやすいやつなんです、うん、これでまず最初やるんじゃないです。でもこれ下されたら、あ、この人知ってるなって思う。これ多分つぶたがゴロシなんですよ、これが一番嫌だよね、ミスしないから。で、バックでも同じなんですよ。バックも下回転が続いて、次バックドライブ突きして、バック、上回転だけバックドライブ、これ楽ですよ。これだったら私も、バックが下手な私も、うん、失敗すると、だって失敗するとこれは難しい、これは難しい、下回転、これはね、半分入るかどうかだもん。だからそこれはむずい。だから、一個突いて、上回転できた、で、こう、これ一番粒殺しになるのかなと。はい、ありがとうございます。ウィング、上げるはい、遅い、遅くか、こっちも簡単に返せちゃうんですよ、距離取れば。そうなんですよね、これ普通の球になっちゃうんですよね、はい、回転がかかってない。そうなんですよ、粒高で頑張っていた球がもうちょうどフォア打ちぐらいですよ、ね、でも粒で普通にやってても勝てないと思ったら下がりますよね、みんな。そう、無理しない、打たない、無理してちょっと距離取って返す、うん、いや、そうとはさ、はい、まあ、やっぱよくあるのがね、普通にやっちゃう、キビキビキビ、まあ、よくあるのがこうやってしっかりこう、そう、相手強いな、頑張って頑張って、しんどい思いするってね、普通にこうベンチ見て、1-0 になる方は逆にもう、あ、負けてるなと思ったらもう何もしない、そう、無理しないです、ちょっと距離取ってそうってやると、はい、おはい、結構なるよ、はい、もうこうやってそうってただ入れるだけで、無理しない、入らないから無理しない、無理しない、つっつきでいいよ、無理してリスクはつっつきで、ちょっとこう、そーっとそーっと、うん、ちょっと浮いてもいいよ、浮いてもいいからね、浮いてもいいっていうのはこれ、浮いてもいいから真ん中ら辺でもいいから優しくね、ふわっと、これでいい、これでやりづらいでしょ。ありがとうございます。簡単スマッシュ法っていうのがありまして、ドライブを覚えなくてもスマッシュがラリーでできる安全、うん、こっちサイドはこう入れるだけ、これ多分こういう鶴高選手嫌だと思うんですけど、これ、はい、でこっち来た時に下回転を送った時に上になるじゃないですか、うん、その時を叩く、ああ。ですだから上回転来て、上回転、下回転、上回転、下回転、で、スマッシュ、まあ、スマッシュっていうか、まあ、フォア打ちぐらいの球で
いいですけど、さあ上下ポン、はい、これで一応まあ軽めのスマッシュではあるんですけど、あのフォア側にブロックが来たら突っついたらいいですか。そうそうです、フォアに来たら突っつきで送ってもらう。それでまた元に戻る、はい、戻る、もうまた戻るまた戻る、突っついてまた戻ってこっちになって、でまた上回転さ、いやこれはこっち動かなくていい、うん、ありがとうございます。ミドル攻め、ミドル攻め、まあ、右で言うとこ、うん、フォア、ミドルが効くところ、うん、いや、ドッここ、うん、あー、うん、そうなんですよ、この、うん、確かにすごい甘くなる、ここを狙った後、次、広角にどっちか、うん、あー、なるほどね、ミドル狙った後、フォアかバックに厳しく、うん、そう、これが効くっすね、今やってたんで、無意識にこうなった、うん、だから次狙いやすいもんね。そう、ここがこういうふうに、あ、もうこうなるんですよ、結構、うん、力入れづらいよね、そう、やっぱ難しいですね、こうなって、うん、次こう、広く、うんうん、ミドルオール、ミドルオールみたいな、そうですね、ミドルオール、ここがね、はい、ミドルになって、次、うん、これむずい、いや、あの、地面にミドルの球がめっちゃ取りやすい、取りやすいです、距離が動かなくていい、うん、こっち楽、これはミドル潰し、まあ、ミドル潰し、こういこれしっかりこう、入れてる間は、うん、いいんですよ、うん、入れない時があるから、さっきみたいな、うん、こういうふうに、うん、これむずい、そうだね、いろいろある中にいろんなコースある中に真ん中あって、真ん中、ね、これこれ、うん、これね、めっちゃ打ちやすいわ、ここら辺に、うん、ミドル狙われるとこっちもあんまり広く狙えないんですよ、つぶたかに効く、はい、さあレジンラリー、もう粒殺しが勢ぞろいしますすいません、これ以上ないんじゃないかっていうぐらい結構出る、この一つでもうだいぶ粒高の効くものをそれぞれのジャンルでだいぶ理解してもらえたから、ね、で今日で大事なのはその全部、うん、あのまあ、もちろんこんなにたくさんありますけども、あのみんなね、あの合うもの、うん、使いやすいもの、そうなんですよ、人によって合う、そうです、フォアハンド主戦の人もいればやっぱ両ハンドの人もいる、そして足を使わないで卓球する人もいる、前でやりたいとか、そうですよ、はい、ドライブをそんな 使ってないとか、うん、あのレベル的には初中級者、上級者っていろんな皆さんのレベルがあるんですけど、今日なんて、まあ、とりあえず全部試せば、あの自分に合うものが多分その中で、あ、これ使えるんだ、例えばこの2番と5番と6番と7番がいいとか、なんかそういうので、あの選択式でこう選んで、あのなんか多分自分に合ったので、つぶたかゴロシができるみたいな、ありがとうございます、はい、ということで、ぜひ皆さんも、参考にしてみてください。ありがとうございました。内容が良ければ、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。